人気企画声優世代表を作ろう。今夜はあのワンピース声優の世代も明らかになるよ。死にてえやつだけかかってこい。2005年の発売以来シリーズ累計出荷本数1400万本、世界的大ヒットアクションゲーム龍が如く。その主人公桐生一馬を演じる黒田貴也さんと、国民的アニメワンピースの大人気キャラ麦わらの一味ナミを演じる岡村明美さんでお送りします。岡村さんはちなみにどうですか、この表を見て私この辺だわっていう。関君よりは上だけど、はい、平田さんも南さんよりも下みたいな。あ、間ぐらい、間ぐらいですかね、はい、だか僕と同じところにします、うん、したら数年しか違わなければ、うんうん、まあ ね、 ね、なんとなく、はいはい、俺はだってね、あの関ちゃんが、うん、どこから敬語ですかとかって、そこで判断した。確かに確かに、タメ口使えるのは後輩みたいな。それいいなと思って、はいはい、それやりだしたら多分一番上になっちゃいませんか、ね、全員敬語だ。いや、むしろこの落合福士さんとかも俺常に敬語で喋らせていただいてるんで。それはだって落合監督の息子だし大ファンだったから。あ、なるほど。この落合福士のガキが、あ、違う違う出てる出てる、あのね、一緒に番組やってた時にね、俺が落合さんファンだって知ってるから、はいはい、あの黒田さん今日もあの親父に醤油取ってって言いましたとかこのバカ言ってきました。俺はそのたびにてめえ落合さんに醤油取らせてんじゃねえこれやるか誰が誰に怒ってんすかってなっちゃうからだけど、まあまあまあ俺全員礼儀正しいんで、はいはい、全員に敬語なんで、はい、ですから第10世代がいい。そんなわけないじゃないそんなわけないじゃないですか。なんでシュウペイも置くんだよそんなわけないだろう。山寺さんとか、はい、あの山地さんとかあの辺は大体同世代みたいな。山地さん先輩ですね。同じ進撃系出身で、はいはい、山地さんは確実に先輩です。でも俺年齢カッペイさんと一緒だから。あ、そうなんですか。だからカッペイさんの横とかだと気分いいかな。気分いい悪いの問題になってきましたねワンピースの一味がほぼあんまりいないですよね。一味は多分田中真由美さんはどこでしょう。はもう多分2とかじゃないですか。2いっちゃいますか。2くらいですよね。本当にさんもいないですね。ピカチュウ、ピカチュウ4とか4じゃないですか。カッペイさんとかと一緒なぐらいじゃないですか。あ、確かになんかそんな感じしますね。しますよね、うん、なんかあだ名で呼び合ってたような、うん、あと長さん、長さん、長さんって長さんはワンピースのブルックでしたっけ。はい、あのワンワンですよね。はい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 、あ、そう、ワンワン、ワンワンですよ。 NHK のいないいないバー、いないいないバーっていう教育テレビの、あの白いでっかい、そう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 、あの声中に入ってんですか。そうです、中にも入ってるんです。あ、中に入ってるんですよ。そう、え、中に入ってるんですか。そう、そのパターンあるんですか。そうなんですよ。もうボケじゃないんですよ、あれ本当に。え、中に入って喋ってる、やってらっしゃる。そうなんだ。そう、これ合ってます。ちょ、合ってます、合ってます。そうなんです、長さん。そうなんです。あ、びっくりしました。途中で改名してその名前になってます。そうそう、そうなんです。じゃあ八尾和樹さんの隣に、はいはい、はい、現状のワンピース声優の世代表はこちら。まだお名前登場していない方、ご出演お待ちしています。続いてはお二人にお聞きするすごいと思う声優さん、一体どんな方。俺は村瀬歩夢くん。はい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 、配給の日向くん。俺はね、あの参りました入間くんっていうので今やってるシリーズのやつで、はい、声本当に作ってるんじゃないかぐらい可愛い、よくある声優界の声なんだけど、うん、声優として作ってる感じゃなくて、ものすごい生ナチュラル感で喋ってくるから聞き心地が良くて、ちゃんと聞かせてくれる。なるほど。遊んだりするんですか、村瀬。一緒にもう、あんな可愛らしい声出すくせに主語だから、はい、あ、そうなんすか。そう、俺ん家に来て、はいはい、2人で延々飲んでたり。あ、そうなんすね。俺ん家に来た数少ないっていうか、もう彼と福山潤ぐらいしか俺ん家に来たやつはいないんで、これが唯一のお友達でもある。
もうね、本当に本当友達なんだよ。どうだろう、友達いないの。じゃあちょっと岡村さん、はい、はい、すごいと思う声優さん教えてください。はい、私はですね、井上和彦さんです。あの和彦さんとは夏目友人帳とかで今一緒にあの、あ、ね、はい、黒田さんともご一緒してるんですけど、私はレジェンズという、はい、あの番組でご一緒してたんですけど、相棒だったんですね、はい、で、うん、あのこんなちっちゃなネズミみたいな役と、うん、あと大きくなったドラゴンと、ドラゴンのいい方と悪い方と、その3役を一つのお話の中でなさってたんですよ。すごいんです。かっこいい演じ分けも、はい、かっこいいんです。なかなか、ね、俳優さんだとないことですよね、普通の、はい、ただでもギャラがね全く増えないんですよね。何役やっても ね何役やったって増えない。3人分とかじゃないですか。違うんですよ、僕も一つの番組で15役とかやったことありますけど、1個分のギャラですからね。はい、井上さんなんかこう初恋の、そうなんですよ、方だっていう。そうなんです、あのキャンディーキャンディーという番組、あのアニメーション、はい、同じぐらいだと知ってるんですよね。見てましたよね、はい、そのアンソニー王子様役ですよね。王子様だったんですよ、なので初恋の人で、それはご本人に言ってないんですけど。あ、言ってないですか。恥ずかしくてそんなこと言えないんですけど、あのだからいつも夏目友人帳とかでご一緒するともうね、神谷くんが、はい、あの相棒じゃないですか、はい、だから私はいつも私の相棒なのにっていう嫉妬が、気持ちが、気持ちが三角関係ができちゃうんですね。そうなんですよ、番組をまたいで、はい、神谷くんは何の役されてるか分かりますか、うん、神谷さん、なんかこの番組進撃かエヴァかみたいなのがありますけど、あれ誰ですか。リヴァイ兵長。リヴァイ兵長。マジっすか、一番かっこいい、はい、最強の、でその人と恋敵ってことですね。そうですね、はいはい、無理ですよ。めっちゃ強いもん。そうですよね。